マイケル・スコット・カークマンは、アメリカ合衆国、フロリダ州コロンビア軍、レイク式出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB アトランタ・ブレーブス参加に所属。2005年の MLB ドラフト5巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、16万3000ドルの契約金で入団。2009年からマイナーでの成績が向上。これは、クリフリーのビデオを見て、 参考にした成果だという。2010年8月21日のボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビュー。シーズン終了まで14試合に登板し、防御率1.65という好成績を残した。2011年は初登板でいきなり5失点と打ち込まれ、トリプル a 級ラウンドロックエクスプレスに降格した。その後も請求が安定せず、メジャーとマイナーの往復が続いた。 2014年2月26日に、レンジャーズと1年契約に合意したが、3月28日に、ィーフとなった。4月1日に、トリプル a 級ラウンドロックへ降格した。その後、9月にセプテンバーゴールアップでメジャー昇格した。2015年3月17日に自由契約となった。2015年4月22日に、 ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。8月1日に自由契約となった。2016年1月23日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。開幕は3カのトリプル A 級エルパソチワワズで迎え、4月26日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。5月2日にディーフとなった。2016年5月5日に ウェーバーでブルワーズへ移籍した。5月13日にリーフとなり、17日に40人枠を外れる形で、参加のトリプル a 級コロラドスプリングススカイソックスへ配属された。オフの11月3日に FA となった。2017年1月31日にアトランタブレイブスとマイナー契約を結んだ。主な休止は2011年に、 平均93.4マイルパーアワーを計測した速球とスライダー。マイナーでは先発投手だったが、請球難に加えて他の球種の精度が低いことからメジャーではリリーフとして起用されている。ありがとうございます。